いいとか悪いとかじゃなくてね、人間そのものが周りの環境から作られる存在なわけです。心がね、作られていく。怖いでしょ？はい、こんにちは。78歳スーパーツヤジジイ成田明でございます。今日も元気にいきましょう。私は現在78歳。ねえ、もうえらいところまで来ちゃったよ。まさか僕がね、78歳になるとはね、もうよもや思いもしない。ねえ、私はね、年を取ってるとは思ってないんですよ、実は自分自身をね。それでね、78歳でしょ、高校のクラス会行ったりね、幼い友達と会ったりした時にね、もうそのね、言っちゃなんだけどね、私とね、同じ年の人たちはね、全部ね、おじいちゃんです。悪いんだけどね、おじいちゃんです。年を取ってくるとね、もう78歳でしょ、私ね。だからね、いろんなことが見えてくるんですよ。わしはね、年を取ってるとは思ってないけど、いろんなことを学んだりね、頭の中にね、いろんな知見が溜まってくると、そういうものからね、こう、直感的にね、ああこんなことだったのかとかね、だんだん分かってくるんですよね。やっぱりね、人生っていうのは何かに熱中してね、もうカッカカッカしてる時が一番楽しいですよね。私もね、もうそういう時ありました。車が大好きだからね、車に熱中してもうすごいスピードで走ったりね、北海道からね、九州までバン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 飛ばしたりね、そういう時はね、私の頭の中はね、車脳になってんですよね。車脳。女性とね、お付き合いして温泉行ったりね、そういうのもむちゃくちゃ楽しいですよね。そういう場合はやっぱり女脳、あるいは温泉脳ね、そういう楽しい脳みそになってるわけですよ。これはやっぱりね、楽しいことだからいいけど、頭の中にはね、楽しいことじゃないものもいっぱいこう積もり積もってんですよね。その楽しいことじゃないものが積もり積もっているのが多すぎるとストレスになったり人間はするわけです。私の場合はね、昔はね、もうそういうその難解な問題とかね、悩み抜いたこととか悩みがいっぱいあったりね、そういう時はそれがたまりたまってね、結局ね、自分をコントロールすることも何もできなくてね、うつ病になっちゃいました。前々回でここで述べましたが、空海原理っていうね、そういうところにありとあらゆる記憶がね、こう堆積されていくんですよね。はい、そこに入っていくんですよね。で、その中に入って、その空海原理の中でいろいろね、醸成っていうか醸造っていうかね、いろんな反応を起こして、それが今度はこっち側にフィードバックして、我々のいろんな行動にね、それが反映されて、実際に我々が行動するとかね、そういうふうな仕組みがありますが、それちょっと難しいから置いといて、まあ簡単に言うとね、人間っていうのは、人間っていう心は環境によってね、もう作られていくんですよ。環境によって作られていくんですよ。環境ってね、一言で言うとね、わけわかんないかと思いますが、まあ要するに、その人に会ったりね、本読んだりね、テレビを見たりね、なんかコンサート聞きに行ったりね、もう人と飲み屋でおしゃべりをしたことの内容とかね、そういう環境、そういう情報がもういっぱいもう頭の中に入ってるんですよね。そういう入ってるものを、いろいろそういう入ってるものを融合っていうか、醸成するっていうか、醸造するっていうかね、そういうものの中からいろんなものが発生してきて、それをまとめたりしているんですよね、脳の中でね。脳の中っていうか、私が言うのは空海原理だけど、空海原理の中でそういう状況にして、自分の心っていうのがね、構築されてるんですよね。でね、その環境から入ってくる情報で、実は人間の心はもう作られていくわけですよ、ちっちゃい頃からね。で、そのさまざまな、そのね、いろんな情報で構築されていくわけです。それで現在の私はね、
そういうもので構築されていくなっていうね、人間の心のね、作られ方、成り立ちっていうことをもう全体的なものを把握してるわけですよね。把握してるから、ある考えの中に没頭してね、そこから外に出ていけないとかね、そういうことじゃなくて、その考え方とか思想とか、心の心境とかね、そういうものが、いろんなものがあるなっていうことを、私はね、今の現在、これだけ年取って、把握しておるわけですね。で、そのこういうことを把握するその能力っていうか、そういうのをね、若い人に持ってもらいたいなって今ね思ってんですよ。今現在の私はね、もうできるだけね、フラットな気持ちになりたいんですね。フラットな気持ちね。まあいろいろその濃いね、濃いその心の状態がね、濃いもの薄いものいっぱいあるけど、できるだけ私はフラットな状態でいたいわけですね。まあ赤ちゃん生まれてきたばかりのね、全くその何もないフラットっていうよりも、自分でね、自分を統制したっていうかな、自分を見た上でのフラットっていうかな、できればね、もう本当に赤ちゃんみたいなね、純粋なものになりたいけど、それはちょっと無理だからね。欲望もあるし、性欲もあるし、ね、いろんな欲がありますよね。その欲を分かった上で、もうほどほどのところでこうフラットにしたいんですね。ということは、何かにその全く没頭している状態じゃないということです。何かに全く没頭していると、その他のところが見えなくなっちゃうんだね。何かに没頭してそこだけしか見えないのを、実はこれを洗脳というんですね。洗脳ね、洗脳されてるっていうかね。皆さん、私の場合は昔は車脳だったりね、ゲーム脳だったりね、女をゲットする脳だったりね、エロ脳だったりね、いろんなところで実は楽しんできたんですよね。で、その楽しんでくるのはもうそれが人間みんなやってるね。それは当たり前のことだよね。そんな楽しみがないとね、人生じゃないからね。それはそれでいいんですよ。だけど、その一つのところにもうどっぷり入っちゃってね、それがもう肥大化してね、もうそうなっちゃうと他のところは見えてこなくなるんで、何でもその ほどほどにした方がいいっていうことで、ほどほどにした方がいいっていう言い方もあるし、その巨大なね、大きな なんとか脳になったとしてもね、あ、俺はね、こんな大きななんとか脳、なんとか脳になってるなと認識することね。その現実のそのなんとか脳になってる、今はこっちの脳だな、こっちの脳だなっていうね、そういう全体のトータル的な把握をしていると、随分ね、気持ちがね、さっぱりしてね、ストレスはたまりませんので、できるだけそういうね、自分が入ってる心の状態を、外からね、見るようなつもりで、区別して、振り分けて、自分のね、人生のね、いろんな方向性とかね、まあいろいろ関わってくると思うんですが、まあそういうね、見方をした方が気は楽だし、なんかの時はね、すぐにその別の状態にパッと移れるしね、なんとか脳に入ってね、なんとか脳に入りっぱなしだと、別のところにね、新たなそのところにひょいって入るその道もなくなっちゃうわけだからね。だから上の方から俯瞰的に見て、自分はこういうドーム、なんとか脳、ドームって言ったの今ね。なんとか脳ドームに入ってるな、こっちのドームの方に入ってるなっていうのね、上から俯瞰的に見るような余裕があった方がいいかと思っております。やはりね、自分にとってちょっと雑音というかノイジーなものを脳の中にいっぱいね、溜めておくとストレスもたまるし、健康に良くないですね。やっぱり病は気からって言うけど、本当に病は気からですよね。
心の状態、精神状態がちゃんとこうね、フラットな状態っていうかね、ストレスのない状態であれば、まあ一応健康はね保たれますよ。もう一番ね健康がね阻害されるのはやっぱり心の状態がね不安定でね、ストレスが溜まってる状態が一番怖いですね。私もね昔うつ病になったからね、もううつ病になったらね、頭の中の問題だけじゃないんだよね。もう動かなくなるしね、もう運動もしないでしょ、外に行きたくないでしょね。そういったら本当にこのね肉体的にもねダメになっちゃうんですよ、ね、逆も言えるんですよ。肉体的にねダメな時にはねうつ病にもなりやすいんです、ね、でこういう私がもう最近ね本当にねこう気持ちの中にねなんかね暗いものがあるんですよ。それは何かっていうとねテレビですね。私はね1945年に生まれて、テレビなんていうのも途中から出てきたんですよね。私のテレビの一番最初はねもう白黒のね雪が降ってるみたいなねチラ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 してるね、そういう時に、例えば大相撲見たりねプロレス見たりね、まあ、ニュースとかなんとかもあったけどもね、ほとんどがねもうチラ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 もう真っ白黒でね見えないような状態だったんでね。そのテレビがねもう白黒モノクロで綺麗に撮れてきて、それでアメリカのねいろんなテレビがいっぱい入ってきたね。ローンレンジャーとかねローハイドとかね、うちのパパは世界一とかね、それからなんだ、メイケンラッシーとかね、拳銃無宿とかね、あ拳銃無宿はよく見ましたよ。もう私の頃はそういうアメリカから入ってきたテレビドラマでもういっぱいねもうそこでねほとんどねそういうことばっかり見てましたね。さあ今現在もうテレビはねカラー化してね、カラー化なんて俺が言うぐらいだから笑っちゃうでしょ、カラー化なんてね、ねカラー化してねもうそのモニターもでかくなってね、まるでねそのモニターのとこ向こう側にねもう全くもう人がいるかのように綺麗に映りますよね。これも変な言い方でしょ、もう人がいるかのように綺麗に映すっていうのも私ぐらいのね世代の人の言い草なんですよね。それで何が一番ね心配してるかっていうとね、もうテレビはねもう本当に一部屋に一台あるぐらいね、例えばリビングにはでっかいねモニターがありますよね、テレビがありますね。実はねそのもう全くね向こう側に、人物がいる背景がいるように見えるそういう現代の時代のそのテレビっていうのはいわゆるね私たちが我々がね僕がね思うようなテレビじゃないんです。実はですねこのテレビというこうモニターのこういう巨大な枠の向こう側にもう一つの世界があるって言ってもいいぐらい我々のねこのね我々の住んでるこの世界とテレビの向こうの世界とはね地続きなんですよね、地続き。この感覚わかりますかね。まるでテレビの枠の向こう側にひょいとね行けるようなそんな感じなんですよ、地続きなんです。テレビの向こう側の世界とここの現実の世界とは全くね同じなんですよ。同じ価値があるって言ってもいいしね、同じ空間と言ってもいいようなね、もうそういう時代に今なっちゃってるんですよね、まあ、テレビに限らず YouTube で見る動画ね、それもみんなそうですね。スマホはちっちゃいからねそうは見えないかもわかんないけど、スマホだって何だって流れてくる映像は我々の世界と地続きなんです。この言葉を覚えておいてくださいね、地続きなんです。ということはね、例えばモニターの向こうに有名なお笑い芸人がいますよね、から有名なそのよくしゃべるねトークがうまい人がいますね、いろんな人がいますよね。特にお笑い系、特にねお笑い系の人がもう大活躍していますね今はね。
お笑い系にもう全部占領されてるようなもんですよ。ね。そりゃそうよ。ね。やっぱり人間って笑うことが一番楽しいしね。一番引きずり込まれますよね。だからお笑い系の人がね、流星を誇っているのは、もうそれは当たり前のクラッカーですよ。ね、当たり前のクラッカーっていうのはもう、わしの年がね、バレてるようなもんですね。さあ、その地続きの向こうにいるお笑い芸人やらキャラクターやらね、あのいろんなコメンテーターやら何やらいますよね。それが地続きっていうことは、こっちの空間と向こうの空間同じなんだよね。ね。ということはどういうことかっていうと、もうね、向こうの人の言ってること、それから向こうの人のそのいろんな背景、向こうの人の時代背景、時代のその空気、雰囲気、それは全部ね、もうもろにね、我々のところにぐわーっと入ってきてるわけよ。もろにね。まるでそこに自分がその向こうの世界にいるかのごとく、全部入ってくるんですよ。ね。さあ、そうなると、実はね、こういう状況っていう、状態、状況っていうのは、ものすごくね、洗脳しやすいんです。もしね、我々日本国民ね、まあ世界でもいいけど、一応まあ日本国民としますよね。日本国民を洗脳しようと思ったら、もうテレビ側のね、あの向こう側の勢力、テレビ側を操る勢力、D 丸、ね、D 丸が、そのつもりでね、洗脳しようと思ったら、テレビを最大限活用しますよね。で、実際にね、今テレビで、我々はね、完全にね、洗脳されてきました。今も洗脳されています。で、洗脳のされ方がね、あの、洗脳っていうね、特別なね、なんか戦略方法でやってるっていうわけじゃないんですよ。何かっていうと、日本国民を政治的な関心からそらすっていうね、そらすっていうやり方で洗脳してきております。さあ、日本国民がね、政治に向かわせないようにするにはどうしたらいいでしょう。はい。日本国民がね、熱中する番組、熱中する、イベント、熱中するエンターテイメントをいっぱい作ればいいっていうことです。そういうのをね、ちょっと昔の人はね、GHQ の 3S、GHQ の 3S 政策と言いました。3つの S、スクリーン、スポーツ、セックスであります。スクリーンは映画、ムービー、今で言えばテレビ。スポーツはもう完璧にテレビの中のスポーツ番組ですね。それからセックス。セックスはやっぱり人間っていうのはセックスに一番関心持ってますよね。セックスに関する番組ね。セックスに関するそれに付随したようなあの映画やね、それはテレビでもいいし、出版本でもいいしね、そういうそのセックスに付随した割とあらゆるイベントですね。歌番組だって何だってね、いいんですよ、それはね。セックス的なやつね。まあでもね、私もそのどちらかっていうとセックスの側のそこに携わってるっていうか、そこにね、私が一応そういうジャンルの中に私は住んでおります。それぞれね、スクリーンにしろ、スポーツにしろ、セックスにしろ、まあある程度のね、あのところまではね、多分ね、洗脳にはならないと思うんですよね。ほどほどのところでは。今ね、テレビを見る人がものすごく多いし、テレビを見てる時間がものすごくあるんですよね。そうするとテレビの中にもうその人間、我々人間そのものがもう中に入ってるような状態、さっき地続きって言いましたよね、状態なんですよ。そうするとね、人間っていうのは周りの環境からこの人間そのものがね、作られていくんですよね、構築されていくんですよ。いいとか悪いとかじゃなくてね、人間そのものが周りの環境から作られる存在なわけです。だからスポーツにしろ、ドラマにしろ、何しろね、過剰なものがあったら、その過剰なものの、大きな過剰なものの中からね、我々は作られていくんですよ。心がね、作られていく。怖いでしょ？心が作られていくんですよ。周りの環境からね。で、さっき言った通り、あまりにも過剰なことをやっ
てしまうと、そこに人間ね、誰しもそのそれはスポーツもその娯楽もね、映画もね、テレビのなんていうエンターテインメントもね、それはみんなね楽しいし面白いから、それはそこに没頭するよね。でも没頭しつく、それも没頭してね、もうその以外のことを全然無関心でいると、ここが一番問題なんですよ。さっきの D 丸勢力は我々を無関心でいさせるようにテレビを操作してるわけ。ね。私はスポーツが悪いとかね、あのエンターテインメントが悪いとかって言ってるわけじゃないんですよ。ね。あまりにもね、過剰にこう向こうからいっぱい情報が来て、それで洗脳されるっていうことが、これがね、もうひどい、我々のね、その、極端に言ったら日本を衰退させる一番の、悪い元になっているんです。だから78歳の、ね、年月を経たこの私みたいな、お年寄りが自分でお年寄りってね、この私みたいなね老人がね、若い人に言いたいことは、テレビによってもうあなたの脳みそ、頭のね中、心はおそらくね8割ぐらいがねテレビによって作られております。で、何を言わんとしてるかっていうと、そういうね、そういう状況丸ごとを知ってほしいっていうこと。テレビ番組やらスポーツやらね、そういうとこにもう没頭してもいいんですよね。でもね、最後の最後まで没頭してそのままずっと人生行ってほしくないんで、途中であれ、俺は何かに没頭してるなってね、気づいてほしいんですよ。あれ、俺はなんか洗脳されちゃってるなとかね、俺は没頭させられて政治のことは全く今まで考えてなかったなとかね、そういうことを気づいてほしいんですよね。で、今ね、政治的状況を言いますと、国会議員の8割ぐらいは反日議員です。しかもまともなね、日本人による日本のための政党はあってもね、もうちっちゃいね、もうビビたるもんです。マシ成田明はね、ちょっと冗談みたいな感じに聞こえるかもしれないけど、私はね、あの日本を変えたいと思ってるんですよ。まともなね、政党政治が出てくるのをもう切に望んでおります。で、もうね、ビビたるもんですけど、私は日本演習党、日本艶し党っていうね、ネット政党を立ち上げて、今現状のね、日本がこんなに悪い国になってんだよ、こんな状況だよ、下手すると中国に占領されるよとかね、そういうことを私のあのツイッターやらね、ブログやらね、この YouTube やらでね、あの発信しておりますが、なかなかね、皆さんにね、そういうことを覚醒させていくのはね、かなり困難であります。やっぱりテレビとかね、他のね YouTuber が面白おかしくね発信してる方が段違いにね、もうみんなのその関心を引きますから、政治とかなんかっていうとね、もう本当にねビビたるもんですよ。だけど私みたいに気づいたものが、日本はね、今もう大変なところになってますよ、日本は今滅亡の危機に瀕してますよっていうことを気づいた人が YouTube とかね、こういうところで発信していかないとどうしようもないから、私はね、めげずに日本を立て直すために頑張っていきますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ元気でいきましょう。えっ、はい、今日もね、にゃんこちゃん、今日はね、はい、こういうのと、こういうね、これはガラスかな、ガラスでできたにゃんこちゃん、2匹です。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。日本演習等、よろしくお願いします。
はい、成田明は時々こういうカップでお茶を飲んでおります。でここに出てるね、これは実はこれです。日本円周刀ね。私は日本円周刀、これネット生徒なんですよね。日本円周刀の当主でございます。日本円周刀の当主、成田明でございます。こちらの方もね、よろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。はい、今日のにゃんこちゃん、はい、2匹いらっしゃいますね。かわいいね。これはね、亡き母がいろんなね、世界を回った時に、あ、かわいいなって言ってね、変わってきたものでございます。母の形見でございます。ここのね、日本円周刀もよろしくお願いします。